さあ、そのバファローズ打線の前に立ちはだかるのはあの剛腕の上野。いや、今日はスタンドのファンの皆さんも楽しみにしてたんじゃないですかね。そうですよね。ボールが浮き上がるっていうのはこういうことなんだっていうのは見れますからね。でもやっぱりプロ野球選手だということで、うん、打球が大きく飛ぶことを想定してですね、うん、外野のフェンスのところにはソフトボールチームの皆さんにお越しいただいておりまして、うん、打球が越えていたらボール拾いをお願いしよう。あ、そうですか。スタンバイしてくださっています。皆さんよろしくお願いいたします。お願いします。うん、マー君いいよ。さあ、守るウデサスは上野、そして峰のバッテリー。去年のあの世界選手権の優勝日本、そのジャパン日本代表の主力を出したのがこのチームのメンバーでした。その時の黄金バッテリー、去年の世界選手権ではパーチさん、はい、42年ぶりの世界一ですよ。本当にこの女子のソフトボールの選手というのは、はい、団結力というかね、みんなでこう頑張るんだ。一塁側です、一塁側です。これほら見た、今見えなかった僕はほとんどボールは見えませんでした今シューッと音しなかった。ケチャップさん、今の一球見た一塁側ベンチ、どんなムードですか。一塁側ですけども、ちょっと坂口選手が一言物申したいそうです。はい、早いよ。これだよ本当に。三塁側ですけれども、はい、さっきマウンドの上野選手に坂口投手のピッチングどうですかって言ったら鼻で笑ってました冗談じゃない。あれ上野投手今ストレートですけども、うん、ビューンって浮き上がる球があるんですよ。ライズボールもありますし、まだチェンジアップのようなね、うん、この抜いたボールもありますから、それをさあどうバファローズ打線が攻略しました。1回の裏バファローズの攻撃は1番レッグフィルダー高木のマハロー生チェンジ。まずはトップバッターマハロー、バッターボックスに入ることはほぼありませんから、うん、マハラ選手はバッターボックス、上野峰のバッテリーです。バットが長いんじゃないかな。1番マハラ、上野が初球です。ほら、ほらストライク来ました。111キロ。ただこの PC 間の距離が実は女子の場合は 12.19 メートル。これがかなり短い距離ですからスピード以上に、ね、感じるでしょうね、うん、上野投手また速くなったんじゃないかな。ほらほらさあここであっという間に真原選手が追い込まれました。また速くなったな。追い込んだバッテリー、ほら113キロこれバッターボックスに立つとね、うん、スイカぐらいに見えるんですよ。2番、一塁側ちょっとマハラ選手に聞いてみたいと思います。ナンバーワン、見えないですということです。マハラ選手が見えないとおっしゃってます。宇津木監督に今日の上野投手のピッチングの調子聞いてみました。まあまあ普通のスピードじゃないかと、これからどんどんスピードが出てくるんじゃないですかと強気の発言いただいてます。まだスピードが出るという上野、まずは先頭バッターを三振に打ち取っています。ワンアウトランナーありません。バッター2番の後藤、左バッターボックス。ダメだよみんな、プライド捨てて短く持たないと。一塁側です、後藤選手もう代打を要求しています。おっと、ここは当たったがファウルボール。一塁側です、ファウルで大拍手です、スタンドも沸いてましたもんね今ね。さあ今日上野投手とバッテリーを組んでる峰星ですけれども、チームで一番負けないことは何ですかと伺ったところ、美肌だそうです。これはセンターの前だ、センターの前だ。おお、後藤のヒット、すごい。
やっぱプロだね。ここはしかし後藤光がセンター前に運んでいます。ワンアウト一塁。スタンド皆さんお待たせしました、見事ヒットを打ちました後藤選手です。子供たち見てたかな、来る前に振ったそうです。ランティアの前でボールを弾んでいます。さあこれでパーフェクトゲームは完全試合は回避という形になりました。バッター3番の竹原、普通は 1,2,3 で打つんだけどソフトボールはね、1,2 くらいで振らないと、そうですね、2くらいで振らないとね。一塁側です。ワンプレーワンプレーが大げさです。ケチャップさん、ダイソー出たんじゃないですか、伝えてください。はい、ダイソーは西川。あ、俊足の西川が。うわ、しかしこれはどうだ、二塁送球。いいスライディングだな。ソフトボールはピッチャーの手からボールが離れてからしかスタート切れませんから。ダイソーです。選手交代お願いします。あ、ランナーセカンドに送ったところでダイソーです。ここは一塁側、ここでダイソー庄司選手が起用されます。動いてきます。子供たち見たかな今のスライディングを。さあここはダイソー庄司選手が起用されます。一塁側です。初めて見ました、盗塁成功して変えられる選手。しかしナイスランでしたね。スライディングしてからがまたシャーッと速いもんね。あれがやっぱりプロだね。ランナーセカンド、そういうパンチさんもかつてはプロでした。いやー、ごめんね、ごめんね。竹原選手のパワーならば十分にオーバーフェンスもあるという距離ではあるんですが、いや二塁ベースも踏めないと思ったけど大したもんだよ。さあここは上野が追い込んでいます。3球目、ここも速いボール、バットが空を切っています。ツーアウト。マー君のギアチェンジじゃないけどちょっとスイッチ入っちゃったんじゃない、4番サーフェスメン新人高橋生地。そしてバローズ4番の高橋真嗣がバッターボックスに入ります。2点ビハインド、得点圏にランナー1人、ツーアウトランナーセカンド。そう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 、プライドを捨てて、そうそれなんだそれ。平野さん、あれ誰ですか。いや、わかりません。そう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 、ほらそういうこと、そういうこと。これは一塁側ダグアウト直撃です。今口開いてた選手が3人いましたね。よくしかし避けました。タイムだそうです、平野監督がタイムです。小島行く、ダイソー、ダイソー小島、ダイソー小島選手です。結局セカンドランナー何もしないんですよ、庄司は何もしないまま交代です。小島選手がダイソーに起用されます。何のためのダイソーだったんでしょうか。初球まずはファウルボールでワンストライクナッシング。ただ初球は右方向ではあったんですがバットに当ててきました高橋。そうそ う, そうプライド捨てて行くんだ。おーしょ、いいぞいいぞ。今こちら放送席までプーンとゴムの焦げた匂いがしましたね。これはいいぞ。追い込んだ上野、ランナーはセカンド、ツーアウトランナー二塁です。これがここで来た、これ経験あるんだけどね、お尻の穴という体の穴という穴がからこう力が抜けていくようなね、はぁーってなっちゃうんだよね。上野投手にちょっとお話を伺ってみたいと思います。だったと思うんですが、手応えどうですか。上野さん反則じゃないの今のボール。ダメだよ。交代交代。上野投手にちょっとお話伺ってみたいと思います。1イニング投げてみてどうですか、手応えは。はい、いきなりヒットを打たれてしまったのでちょっとギアを入れました。やっぱりね、最後三振を取った時は下り顔でしたけれどもね、このまま勝利に向かっていきましょう。ありがとうございます。
一塁側ですけれども選手の交代が早く回るそうです。平野監督、ピッチャー交代ですか。はい、ピッチャー西、西投手がピッチャーマウンドに上がります。キャッチャーも交代ですね。平井さんは変えないそうです。平井さんはセカンドに引き続き守っていただくことになります。ルネサスサイドですが今円陣を組んでいます、キャプテン黒川さん選手は一言、よっしゃモルツ狙ってこう、予告ホームラン出ました、ここから勝ちに行きます。2回の表ルネサス高崎の攻撃は8番キャッチャー幸男美音、ナンバーワン。ゲームは2回の表ルネサスエレクトロニクス高崎女子ソフトボール部の攻撃です。初回まずは2点を先制しています。この回は野手陣ピッチャーともに大きく変わったバファローズです。西と伊藤のバッテリーに変わっています。これは本職のピッチャーと本職のキャッチャー、ピッチャーの坂口選手はサードに回っています。ショートには足立、セカンド平井、そのままファーストには金子選手が入っています。やっぱりプロのピッチャーだよね。高め低め、はい、高め低めとこう考えてるね、バッターボックスの峰選手ですけれども得意なプレーは何ですかということあの問いにですね、いろいろな駆け引き心理戦と答えてくれています。恋の駆け引きも得意です。うまいね。あ、一塁側もうタイムがかかりました、はい、平野監督マウンド向かいます。ルネサス代走出ます。ルネサスの代走は51番小松選手です。交代です。でご苦労さんという一言かけられました。監督、いくら笑顔が取り柄でもこんな時に笑ってていいんですか。いや、走ってこい。やっぱりフォアボールだとね、うん、ベンチがあらってなっちゃうからね、さあピッチャー交代、塚原投手がマウンドに上がっています。ファーストランナー代走は小松選手が起用されました。投球練習いらないよっていう風に言われてます。ルネサスサイドですけれども今の投球練習を見てベンチからあ走れる走る走っちゃえって言ってます。バッターは9番レイフィルダーシャーカーオノナンバー19。さあバッター小野選手ランナーランナーサードライナーボール取った、見た見た坂口のファインプレー、スタンドの子供たち見た、これがプロだ、いいプレーだ。素晴らしい反応を見せました。なぜか三塁側のアウトに帽子を取って挨拶をする坂口、これが違うよねやっぱりね、反応が違う。日番サードベースメンユー山本、ただパンチさんスタート切っていた小松選手もよく戻りましたね。戻った頭から帰りましたね、さあここは走ってくるワンバウンド、セカンド送球センターに抜けた、速い、は三塁へ、くやっぱりこの辺が抜け目ないな、ワンアウトランナー三塁です。短パンで血が出ないのかな、血大丈夫、膝、ピッチャー交代だそうです。あ、またピッチャー変わります。なんだお前は。交代、ピッチャー海田投手が上がります。さあどんどんこれ本職のピッチャーつぎ込んできますが、なかなかソフトボールは勝手が違うようです。一塁側です、すべ、はい、てご苦労さんの一言で片付けています。ちょっと投げ方いいよ。お、海田投手サウスポーから、これいいよ。なぜかコントロールがいいので監督がドヤ顔しています。サウティングセンター後方、センター下がって、センター下がって、いったー、
った瞬間のホームランでした。ちょっと待ってください、一塁がアピールプレーです。ファーストベースを踏んでないという平野監督が根拠のないアピールをしています。今踏んでないでしょうかね、こう見て踏んでないね。ここで、はい、いや全然見てなかったんで念のためにやってみました。バッターは2番ライフィルダー雪南正規。今放送席でビデオチェックしましたけど踏んでましたね。踏んでます。この辺はやはりプロとしてのプライドを捨ててのアピールプレーでもありました、うん、さあこれで4対0、山本選手のツーランホームラン。バッター2番の関選手です。いい球だったんだけどな。先ほどホームランを打った山本選手にお話を伺いました。どうですかと言ったら、坂口選手のピッチングより全然打ちやすかったです、うん、ごちそうさまですといった感じでした。なぜか坂口選手がガッツポーズを見せました。さあここは先ほど俊足を見せた関選手、三塁前、ここも行くかな。おっと坂口選手がいい反応です。すぐもうバッターの前まで前進してきました。ちょっと回転加えてるのかな。ねえ。スリーボールワンストライク。5球目。三塁線はファウルボールです。何度も言いますけど、ハンブルしたらセーフだからね。まあ、ちょっとしたミスも許されませんもんね。そこがまた難しいんだよな。セカンドゴロ、平井一塁送球正面でした。ツーアウト、セカンド平井選手がさばきました。3番ショートソー入荷ピチグチ。タイム、また一塁がタイムです。ピッチャー交代、戸田。なんで抑えたのに変えるんですか。いやもうどんどん選手を出していこうかなと。海田投手に代わって戸田投手がマウンドに上がります。あの時間の都合で投球練習をやめていただければと思います。ご苦労さんが入りました。温め直した。さあ戸田投手、初球緩いボール打っていく、ライト前ヒットになった。交代、樋口選手とライト前ヒット、ツーアウト一塁になります。ピッチャー加藤投手に変わります。ここでピッチャー変わります。もう全く出し惜しみはしません平野監督。加藤投手がマウンドに上がりました。ツーアウト一塁です。4番 DP ザカーボーリー。この辺はもう監督がファン感謝デーということでね。なるほど、いろんな選手にこう顔と番号と名前といろいろ覚えてもらおうというね、ここをねいいアピールにしてほしいな。ただここまではルネサスの選手の方が目立っています。ツーアウト一塁です。バッターボス4番の森。しかしソフトボールのホームランっていうのも綺麗でした ね。 そうですね、途中からグーンと行くんだもんな。ボール2つ先行、三遊間のゴロ、安達が取る、一塁送球どうか、いやーナイスプレー、これはこれだ、見たか、スタンドの子供たち、これはプロフェッショナルだ。ダイナマイト、力が速かった、ダイナマイト、これはいいね。今見てないよ、ファースト。そうですね、振り向きざまに、はい。